久保さん。久保さん。いやー、貯金ですね。貯金というか、お金の貯金より、うーん、経験の貯金をしろ。あ、これいいな。お金の経験、お金の貯金より、お金、ちょっとお金の貯金より、経験の貯金をしろ。経験の貯金をしろ。これいいじゃないですか。 これなんでかっていうと、今日ね、僕商品を販売するんですけど、あの、まあ、商品販売する上で、まあ、レター今回作ったんですけど、あの、あ、レター書かないといけないんめ、ちょっとレター書くのめんどくさいんですよ。<laughs> あでも、その、15時、さ、時ぐらいから書き始めたんですね。で、18時にも販売しますって言ってるんで、3時間かと。 うーん3時間でかできるかなぁと思って、まあできるだろうと思ったんですけど、なんかね、<laughs> 1時間ぐらいできちゃって <laughs>。あれ ?1 時間できちゃったみたいなね <laughs>。もうちょっと変えた方がいいかなみたいな。まあまあまあいいかなこれぐらいで、みたいな <laughs>。1時間できちゃいましたね。<laughs> 早いな <laughs>。秒速でしたね。秒速 <laughs>。で、で、あれ あれと思っちゃって。で、僕がふと思ったのが、やっぱり今までその経験のね、貯金を僕はしてきたので、その経験があるおかげで、まあ1時間でね、普通の人は多分1時間でレターなんか作れないですよ。もう間違いなく。いや、間違いなく作れないですね。まあ結構ね、ページ数少ないので、そんな文字量は少ないですけども、ただあの形にする、型にするっていうのは多分1時間で初心者の人は無理ですね。うん そうパパって書いて、まあ、やっちゃいましたけど、まあ、それは経験があるからですね。うん、だから、まああ、お金を作り出すもの、お金を稼ぐものって何ですかっていう僕経験だと思うんですよね、うんまああのー。自分で稼がないんだったらでしょ自分で稼がないんだったら、あのー、タウンワークとかハロー,ークハローワークとかの バイトの求人雑誌で未経験大歓迎っていう仕事を続けるしかないですよね。あ未経験でもできるんだっていう仕事をして安い給料で働くっていう <laughs> 人生を送るしかないのであそこに反応している自分があーあーそのあそこに反応してしまう自分の人生っていうのをやっぱ改めるっていうことですね。自分に経験がないっていう。 逆に言うと、こっちからオファーするみたいな。僕これだけの経験があるんで、給料これぐらいくださいみたいなで。これぐらいもらわないと働かないです。ぐらいの経験があれば、多分飯食っていけると思いますよ。初心者でも稼げますかとか。ね。本当に大丈夫ですか億万長者合宿参加したら、稼げる保証はしてくれるんですかみたいな。その事件だったらね、いつまで経っても無理ですよ。うん。 例まあ、億万長者合宿参加者の方にはこういう人はいなかったですけど、例えば、あの、億万長者合宿、まあ、今まで僕こういう経験あって、こういうことをやってきて、で、まあ一応そのコンテンツ販売で100万ぐらいの売り上げを作れるようになりましたと。で、億万長者合宿に参加して、えーこのね、この100万を1億にしたいですと。で、それを学ぶことはできますかみたいなね。<laughs> まあ誰もいなかったですけど。 そうしたらね、多分ね、内容ももっとね、上級の,の内容を話せたと思いますし。そう。だからなんだろうな、経験がすべてかなと思いますけどね。うーん。だから久保さんもその空気のように動画撮れるのもなんでですかって話なんですよ。僕も空気のように動画撮れるのもなんでですかっていう経験があるからですよ。単純に <laughs>。初心者の人はこんな空気のごとく動画撮れないですからね。まあまあそもそも顔出しがとかね。 なんかまあ、余計なことでもう,も,うもうブロックでできないんで、うん、だからまあ、お金の貯金より経験の貯金をした方が、だから、なんで僕はその、まあ、久保さんも言ってくれましたけど、40から FX やるぞと決めてるんですよ。じゃあ、30代にそのコンテンツビジネスをもうやって、軍資金いっぱい作るぞっていう。 あるるる程度作るぞってて決めてるので、えー、でなおかつコンテンツ販売毎月僕商品リリースしてるんですけどその経験っていうのは絶対貯金ストックされていくんで、まあ、今回のセールスレター1時間で書いたのも過去のストックなんですよ過去のストックが大量にあるんで1時間できるんですよだからこれ30代めっちゃコンテンツ販売しまくれば多分毎月商品リリースしてる人なんかまずいないですから,だからその経験をめっちゃ貯金しとけば、まあ、40からクソ楽っすよ だって1時間でできるんですよ <laughs> みんなが8時間とか10時間かけてああどうしようかなとか1週間かけてあかけないなって言ってるのを1時間でかけるわけですから <laughs> その経験があるからねうんだから年取ったらもう確定的に分かってることがあって体力も落ちるしいろいろ全部落ちるわけじゃないですかだけどこのストック量がめちゃめちゃあったらまあ落ちたとしてもまあまあ使えるんですようーん そう。しかも、まあ、ずっと僕なんか発信していますし、ずっとやってると思うんで、まあ、ほとんどあんま落ちないかなっていうところですね。うん。だからね、本当ね、経験の貯金はね、本当にした方がいいと思いますよ。後々楽なんで。だって、久保さん今、楽じゃないですか。昔セミナーガンガンやってたじゃないですか。ね。まあ、今僕もぶっちゃけ楽っすもん。まあ、コロナのおかげでおか、コロナのおかげさまで、まあ、セミナーやんなくていいので <laughs>。 楽っす昔ね、久保さんもセミナーガンガンやってたと思いますけど、今ね、隠居ですみたいなね、ただカメラに向かって喋っとくりゃいじゃないですか。超楽じゃないですか。うん。今楽できるの、今楽できるのも結局は過去にめっちゃやったからですよね。経験積んだからっていう。か久保さんなんか毎日セミナーしてましたからね。ね。<laughs> あそこに読んで。そう。あの経験が今に至ってるっていうとこう、しかないですかね。うん。 はい、ということでお金の貯金より経験の貯金をしろと言ってらっしゃい。